前回までの X ファクター。イエス。ステージ1をクリアした147名が挑むステージ2。芸能大国沖縄は噂にたがわぬ才能の宝庫だった。全米デビューを目指す16歳の少女の歌声に観客が息を呑む。あやこちゃんのその歌声が素晴らしいと思います。 Yes。 ありがとう。普段は内気な13歳の中学生がステージで表現。いや、こういう13歳がいるっていうだけでね、今日オーディションやった意味があるよね。イエス。イエーイ。日本とフィリピンのハーフ、17歳の高校生がパワフルな歌声でステージ2を突破。あのワンダイレクションを生んだイギリスのオーディション番組 X ファクターが沖縄で世界に通用するアーティストを発掘する。失敗の許されない一発勝負のオーディション。美しさに本当感動しました。ありがとうございました。その合格の基準はただ一つ、スーパースターになる可能性を秘めていること。 Yes。 その条件を満たさなければ。もうちょっと歌の練習してからまたやってきて。生き残ることはできない。なぜ X ファクターに。ごめんなさい、ノーです。正直に言いましょう、ノーです。ごめんなさい、ノーです。今回はノーとさせてください。スターになる人を探しに来たんだよね。優勝賞金$30,000、古来より芸能が根付く琉球の地で未知の才能を発掘する。ステージ2に進出した147組から未来のスーパースターは現れるのか。